ちゃっ、こんにちは。まあ、いち早く巨人がもう来シーズンに向けていろいろ組閣というかコーチ陣を刷新して発表しましたけれども、はい、それに続くように、まあ、各チームコーチ陣一新だったりとか発表してますよね、まあ、はいはい、中でも、まあ、セ・リーグ DeNA そしてパ・リーグのソフトバンクがコーチ陣の面々を新たに発表してきました。はい、まず DeNA なんですけれども、はい、オフェンスチーフコーチまあ攻撃の方だよな。そうです、攻撃の方を鶴岡健次郎さん、はいはい、を据えてきたというところで。まだ若いよな、彼な。36歳です。そうだよな、はい、まあ、勉強したんだろうな。まあそうですよね、うん、いわゆるアナリスト、分析とかの、まあ、分析官だよね。そうですね、まあ、いろいろ打球、どういう球が確率的にどこに来るとか、はい、まあ、配球とかね、はい、まあ、そういうのを読んでいったりとか、うん、まあ、いろいろするんだろうけどね、はい、今シーズンいわゆるそのヘッドの位置にいた、相川、はい、さんはディフェンスチーフ兼バッテリーコーチとなりました。守備体系だとか、はい、守備をどういうふうに引かすとか、うん、はい、まあ、そういうことなんだろうけどもね。そうですね、はい、で、チーフ打撃兼走塁兼一塁ベースコーチ、いっぱいついてますけれどもあ、石井拓郎さんです。はい、はい、で打撃コーチが鈴木さんです。高野ね、はい、高野さん、はい、でもう一人打撃コーチが田代さんです。田代さんいいよ。田代さんいいですか。いいよ。69歳現在。いや、まあいいおじいちゃんだよおじいちゃんになるんですか。いや、ほんとほんと、はい、うん、チーフ投手コーチが、はい、大原さん38歳若い、はい、で投手コーチに小杉さん。あ、小杉、はい、お若いです、38歳で、内野守備兼三塁ベースコーチは田中宏康さん。まあ、田中さんもそうですよね、もともとね、はい、いますけれども。で、外野守備コーチに小池さんです。小池な、はい、という面々で、まあ、やりやすさを感じて、取ったかなという。まあ、大輔が、まあ、若いじゃない、はい、だから大輔の下の人間たちをこうちょっと集めたかなという傾向を感じるよね、うん、98年優勝したメンバーでね、はい、構成されてたものをちょっと一回解体して、はい、大輔の下で、うん、年下の人間で、まあ、構成をしたのかなという感じはするけどね。そうですよね、うん、あとはそのオフェンスチーフコーチ、ディフェンスチーフコーチだったり、そのアナリストといわれるその分析、はい、数字っていうものに非常に趣を置いているのかな。まあ、そうだね、はい、まあ、数字は嘘はつかないからね、うん、嘘はつかないから、まあ、それは一つ正しい答えは出てるんだろうけども、うん、まあ、それだけではないからね、うん、数字で戦えたら、はい、もうパソコン上のゲームでいいよね、はい、人がやることだから、うん、やっぱそこにはいろんなこうサポートが行ったりだとか、はい、そういうことは必要だとは思うけどもね、うん、あとはどういう作戦を立てて、ね、どう動かすかとか、うん、そのためにはどういう練習をしとくかっていうのは、これはね、数字で表せないものはあると思うんだよ、うん、ただゲームが始まった時にどこにポジションを取っておくかっていうのは、これは数字が教えてくれるし、はい、例えば打席に入って確率的に 100% 外のまっすぐから入ってくるって言ったら、うん、まあ、そこを狙うっていくっていうのは、これはまあ数字上できることだけどもね、はい、それをやるためにどういうことをやっとくかということは、これはやっぱり人の手がいるというか、人の言葉がいるというかね、まあ、そういうことだから、まあ、そこら辺をこううまく構成させてね、やるのが一番なのかなっていうふうには思うけど、ね、そうですね、まあ、DeNA っていう球団らしいですよね、その数字っていうのは。やっぱり、まあ、もう AI の時代になってくるから、うん、AI でも A ランク B ランクってあると思うんだよだからいかに優秀な AI を持っとくかどうかだよね。だから監督なんかそのうちいならなくなるよ、ね、AI が指示出すよ、うん、AI が監督ですよね。 AI が監督になって横で AI がつぶやくそれをボツボツボツ、それをサインでこうやって伝達して送るみたいな、はい、だから確率は 何パーセントって出ますもんね、確実は、うん、失敗しましたって言ったらマイナス 20% は君たちの教え方が悪いとか言われちゃうんじゃないのコンピューターに支配される。いや、支配されるよ、ね、まあ、いや、こういうやり方をしてるとね、うん、まあ、だけどそれも時代の流れかなとは思うけども、うん、そうじゃなくてやっぱ教えなきゃいけないこと、うん、AI では数値では測れない、やっぱり人間の反応でやらなきゃいけないことだってたくさんあるわけだし、はい、数字だけにこだわってると、うん、もう頭でっかちになって、うん、ブク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 太った子供みたいになっちゃうから、はい、
やっぱりやることはしっかりやらしておかないとね、はい、まあ、いけないのかなっていうふうには思うけどね。そうですね、はい、あと今年引退された藤田さんが育成野手コーチということで、はい、この藤田はね何やらしてもねいいと思うよ、うん、まあ、例えばその育成コーチ、まあ、例えば一つのそのボールの取り方、うん、教えさせてもうまいだろうし、うん、しっかり丁寧に教えていくだろうし、はい、でもある瞬間からやっぱエリートコースは合いましてほしいなと思う、うん、まあ、将来の監督候補、まあ、もちろん俺の中ではね、うん、で俺はいや僕はそんな器じゃないですよって謙遜してたけど、うん、はい、まあ、その器になっていくやつだから、うん、まあ、例えばその育成コーチからやったとしても来年には2軍の守備走塁コーチ兼ヘッドコーチ、2軍の、はい、それが2年間経ったら上に上げてヘッドコーチ、うん、これを2年間ぐらい、はい、で監督、おお、まあ、その一歩ですよね。でもまあその一歩一歩、うん、まあでもやっぱこういいところに目をつけてくれたなっていうふうにちょっとほっとしたけどね、藤田をね、うん、やっぱコーチに置いとく、組織に置いとくっていうのはちょっとほっとしたかな。はい、ね、今シーズンというか今から来シーズンでがらりと変わったこのコーチ陣見て、はい、うん、去年の DeNA の戦い方野球から来シーズンはどんなことが期待されそうですかね。このコーチ陣厚さが欲しいんだよ、うん、野球選手って数字に弱い、うん、絶対的に何数字って何みたいな弱い人間が多い、はい、さあデータ見るのは好きなんだ、うん、データを活用できる頭を作ってほしいと、うん、はい、数字を見てこうなった過去を振り返るっていうの大好きなの、うん、これを生かしてこうやったらもっと良くなるんじゃないかというその発想力を鍛えてほしいなと思う、はい、うん、でもその活用方法っていうのを、うん、せっかく出したデータでプラスその活用方法をやっぱ身につけさないと、はい、盗塁でも癖が分かる、癖が分かったから走れるからっていったらそんなもんじゃなくて、じゃあどのタイミングでどうスタートを切ればいいんだっていう、うん、そのスタートの切り方はどうやるんだみたいな、うん、それは機械が教えてくれない、数字が教えてくれない部分だな、はい、だからそこら辺を勘違いしないように、数字が出たから勝てるんじゃなくて、うん、数字を活用してで本当に活用できたら勝てるっていうことを学んでほしいな。だからそれにやっぱりコーチ陣の厚さも持って選手たちに教えたりとかっていうことが必要になってくる。まあそうだな、まあ、それとやっぱりこうどういうふうにチームを束ねていくのか、うん、例えば数字っていうのは一番説得力持つんだよ、はい、これは過去にあったデータで嘘ついてないから、うん、でも選手が数字ばっかり見てると本当は見なきゃいけないところはここなのに、監督なのにこっちばっかり見ちゃうって。そうですね。でこの数字が頭に入ってこのサインが出た時に、なんで確率の悪いところをやるんだっていう、この信頼関係っていうのが成り立たないと数字も死ぬということだよね、はい、まあ、そこら辺はこううまくやってほしいなというふうには思うけどね。そうですね。さあ続いてソフトバンク、監督が変わったな。そうなんです、小久保監督に変わりました。ヘッドコーチが楽天で育成総合コーチを務めた奈良原さんが就任確定と、まあ小久保の後輩になるんじゃないかな、はい、青学でプラス小久保ジャパンの日本代表チームでもヘッドコーチを務めるっていう、ね、はい、なので、まあ、旧知の中というか、まあ、まあ奈良原は優秀だよ、だから任せればいいけど、はい、だから小久保は頑固なところがあるから、だからここら辺がどうなのかなって、小久保はね本当に真面目な男だから、うん、真面目プラスなんかこう頑固ってつかない真面目っていい意味で裏を返すと頑固って、だからぶれないっていうこと、いい意味ではそうですよね、いい意味ではね、うん、ただやっぱソフトバンクに俺必要なのは柔軟性だと思うんだよ、はい、今、はい、だからここら辺をどう奈良原が小久保を操っていけるのか、はい、うん、それとも操られて自分も頑固になっちゃう、はい、うん、実直な人間だけにね、2人とも、ただ奈良原さんの方が55歳3つ先輩には当たる、あ、先輩か、はい、なのでもしかすると柔軟性って、あ、いいかもな、うん、聞けるかもっていうのはある、ね、あ、怖っ、奈良原そうなんだ、そうなんです、現在55歳で小久保さん52歳、あ、そういうことか、もう申し訳ない、うん、俺もなんか奈良原の方が下だと思って奈良原の方が老けてるから、あるんですかね、あ、老けてたらあれか、年上か、まあいいか、奈良原さんをヘッドに置くと、はい、で、一軍の高知人の不審はその他投手コーチには若田部さんが、はい、若田部な、はい、三軍投手コーチから上がってきます、はい、中田健一さんが、は
4軍投手コーチだったのがそこに1軍の投手コーチとし投手コーチとして上がってきます、はい、で打撃コーチには、村上さん、はい、そもそも2軍の打撃コーチをされてました その方が昇格、はい、村松さん村松ね、はいはい、1軍外野守備走塁コーチ内野守備走塁コーチには本田さんですああ本田ねはい外野守備走塁コーチには井出さんガラッと変えたなでバッテリーコーチには、高谷高谷ね、はい、がそれぞれ昇格する形になりましたいた人は何後半でひっくり返ったそうですね1軍にいた方が4軍の監督になったりとか斉藤和美さん、はい、4軍の監督になったりとか長谷川とかどうしたのかね、まあ、発表になってないけどさ、はい、どうなるんだろうなっていうのがあるし、はい、あと3年ぶりにチーム復帰となるのが倉野さんが投手部門の統括的立場でチームをサポートというところで、結構入れ替わりがありました、ね、まあそうだな、まあ、監督変わればね変わっちゃうよね。そうですね。ところ変われば品変わるでな、はい、まあ、いろいろこう一番チームの雰囲気を変えるのはやっぱ監督とか、うん、そういう首脳陣を変えるとチームの雰囲気はガラッと変わるよね。そうですね。だからまあその狙いはあったんだろうけどね、うん、去年まで藤本監督でしたけども、まあ、国保監督になりこういったコーチ陣が一軍にパッと昇格してきたことでソフトバンク来シーズンというのはだから柔軟性を持てるかどうかだよな、うん、だからまあそこら辺だしやっぱり育成が素晴らしいとか言われてながら、はい、あまり若手がこう伸び悩んでるという、うん、今現状を見るとね、はい、まあ、ここが二軍監督をやってた、まあ、よく見てたと思うから、うん、だからまあそこら辺をどういうふうに我慢しながら、はい、戦力にしていくのかとか、うん、言っても優勝候補から外れないと思うんだよ来年も、うん、はい、まあ、補強もするだろうしな、うん、だからまあそこら辺でどういう野球になっていくのか、うん、まあ、どういう柔軟性を持たせるのか、はい、だからオリックスなんか本当に柔軟性あるからね野手に関して、うん、まあ、ピッチャーっていうのはもうほっといても投げてくれるし、はい、まあ、安心感あるだろうけど、まあ、野手っていうのはすごく柔軟性もあるしね、うん、だからその柔軟性をどう持たせていくのか、うん、まあ、そこら辺がポイントだとは思うけどね。あと国保監督がその監督就任会見で今のソフトバンクには美しさが欠けていると、はい、この美しさっていうのはどういうことを指してるんですか。まあ、独特な表現だよね、はい、カレーとかそういう、まあ、まあそういう感じじゃないの、うん、まあ、分からない、まあ、昔から美しさなんかあったとは思えないですねソフトバンクいやいや、ゴリゴリ系が多かったからさ、そうですよね、美しさなんか感じたことないんだけど、やっぱ独特の表現なんだよ、ね、なんか本を読み立ての、うんうん、なんか字面フレーズを言ったみたいな、そんな感じがするけど、そうなんですかね、この美しさっていうのが何を、まあね、表現しているのかっていうか、やっぱりね、はい、孫さんの言葉を借りると、はい、圧倒的な1位にならなきゃいけない、うん、1位になってもギリギリの1位じゃダメなんだと、うん、圧倒的な1位なんだと、やっぱ勝者っていうのは美しいよね。あ、そうですね、うん、だから勝者っていうのは美しい、その美しさを求めるっていうことなんじゃないの、うん、あ、やっぱ圧倒的な勝者としてのその美というか美しさ、うん、美しさを、うん、求めていくっていうことなんじゃないのかなっていう、欠けてるんじゃないよね、美しさを求めるっていうこと、あ、そうです、ね、だと思うんだけど、ね、そうか、なんか野球って言うとどうしても泥臭さっていうのに言っちゃうので、いやもうソフトバンクが強い時なんかゴリゴリで仲悪いのもう見え見えでなんかゴリゴリでやってたような感じだからねあのバッター陣とかそうですよね、だけど優秀な人間が集まって圧倒的な日本一になり美を表現したという、はい、だからそこなんじゃないのかなっていう気がする。そうか、あと見せる野球ってことですね、見せるのみっていうのは魅力のみで、やっぱり見せる野球をしていかないとっていうことにもつながるんですかね、やっぱお客さんに。まあまあそれはもちろんその興行だからね、うん、まあ、そういうことはシーズン通して優勝も当たり前なんだけども、うん、やっぱ一試合一試合もう圧倒して勝っていくという、うん、まあ、そういう見せ方なんじゃないの。ですよね、魅力あふれる野球をっていうことなのかもしれないですしね、うん、ここまで聞いてみたいよね美しさに欠けている、その美しさって何なんだろうそうですね、何が美しいんだって。そうですね、独特の表現ですね。 やっぱりね、勝負って泥臭いもんだしさ、はい、ね、汚いもんだよ、うんうん、だから美しさは見えてこないよね、本来はそうなんですよね。だからまあ独特な表現だったと思うんですけれども、まあね、今回は DeNA とソフトバンクの、新しい組閣から来年見えてくる、はい、そうだね、はい、戦い方でしたけれども、うん、まあ、数字にこだわる DeNA と美しさにこだわる、はい、ソフトバンクね、まあ、どうなるかな、楽しみだけどね。そうですね、はい、はい。